やり直しもやる。で、なんでそうそうコンテストに出してるかっていうこと。賞金よね。ああ。50万か。そっか。大事よね。なんか有名になるんじゃないかみたいな感じで。ああ。大賞とか。はいはい。名前がね、新聞が出てるけどね。有名になるってそう、うん、なんかいいんですか。絵が売れて、あ、絵が売れて食べていけるけど、ね、食べていくためよね。食べていく賞金と有名になる、はいはいはい、死んでから売れればいいんじゃないですか。あ、そうよね。それもいいよね。そうやって活動しているうちに、まあ、オーバルのね、杉村君とか、はいはい、まあ、俺もそうだし、伊藤さんとかと、まあ、さっきのライブペイントもそうだけど、うん、まあ、広告関係の人とかデザイン関係の人と一緒に何かすることも増えてきたじゃないですか。絵を食い物にしようっていうさ、はい、俺たちみたいな人がおるわけでしょ。そういうのどう思われるんですか。いや、どう思う。いや、絵を食い物にしようと思っとったとは知らんかったけどね、今まで。あの新聞のね、広告に使われたりとか、はい、そういうのでも賞取ったりしてたじゃないですか。あ、嬉しいもんですか。嬉しいもんです。すごい。違うね。だいぶ貧困、貧困、だいぶ貧困にあえどるね。いや、でも仕事をもらえるのは相当ありがたい。そういう気持ちしかない。で、なんか新しい絵が描ける。うん、自分じゃ描かんよ。うん、新しい絵。あ、それが嬉しい。この九州 ADC アワードもいろんな人に応募してもらいたいっていうのがあるわけ。はいはいはい。まあ、画家さんだって出していいんですよ、全然。あの賞金は？賞金がないよね。ダメだ。賞金がないったいね。もう有名になるかもわからんね。それを取って、うん、有名になるかもわからん。わからんですよ。何のメリットもなさそうに見えるじゃないですか。でもなんかこう、うん、仕事にね、つながる可能性は先にしもあらず、それぐらいしかないですよね。いや、でもそれが良かですよね。いや、結局描く力の大賞とっても有名になるかって言ったらそうでもないしね、うん、勝崎さんとか、はいはい、杉ちゃんとか、はい、いろんな人が、うん、あれしてくれたけん良かったかなって感じですね、うん、食い物にしてくれたけん。そう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 。だから俺はどんどん美味しくなって美味しくなっていく。そうそうそう、うまいことまとめて。